は、中国神話における神、動物、人物、または、妖怪のこと、牛とも言う。古い伝承によれば一方に足であり、音楽と深い関係にあるとされた。についての伝承は、時代や地域によって大きく異なっている。元は、院内に信仰された神で、竜とも呼ばれる竜人の一種であった。一本足の竜の姿で表され、その姿は、大鳥と共に、 大鳥鏡といった同教を塔に刻まれた。大鳥が熱帯モンスーンを深刻化した幸運の神であったように、龍もまた幸運に関わる自然神だったと考えられており、口日の三海魚に手風雨を招くとされるのもその名残と思われる。後に一本足の牛の姿で表されたのも牛が勝負のために竜神に捧げられた犠牲獣であったためとされている。一本足は 天から地上へ落ちる一本の雷を表すとも言われる。三海行より三海行第14対抗統計によれば、は、東海の流派山頂上にいる動物である。その姿は、牛のようだが角はなく、足は一つしかない。体色は青である。水に出入りすると、必ず風雨を伴い、光は実月のように強く、声は雷のようである。皇帝は、 おとらえてその川から太鼓を作った。この太鼓を雷獣の骨で叩くと、その音は五百里にまで響き渡ったという。駅島記号に引用されている皇帝内伝によれば、この太鼓は皇帝が私友と戦った時に使われたものだという。また、三階常広中に引用されている皇主義古伝によると私友が暴れるのを止めたのは、ではなく同音の奇牛であったという。は 説問会時代五編下における解説では、竜のような姿をしていて核があるとされている。また、保温玉林に引用されている、白沢図によれば、鼓のようで、一本足であるという。国語、露合に三国時代のイアキラが伏した中によると、は一本足であり、越人はこれを、山ウと呼び、人の顔、猿の手で人を介する動物であるという。式孔子聖では、 は、牧石の会であるとされ、猛霊と同一視されている。同様の記述が、放牧師、昇る渡る編にもある。諸教、春天では、は、春帝の配下である人間で、帝によって、音楽を司るように命じられた。は、私が石を高く低く打てば百獣がそれに従って、舞うことでしょうと言ったという。春獣差し伝、昭光二十八年には、こう。 という人物の名前が確認できる。半彦、外諸説左下第33では、が一本足であるかどうかについての議論が行われている。このことを問われた講師は、は一本足ではない。は、性格が悪く人々は何も喜ばなかったが、誰からも害されることはなかった。なぜなら、正直だったからである。この一つで足りる、だから、一足というのである。 または、は、何の才能もなかったが、音楽の才能だけは突出していた。そのため、行程が、は一で足りると言ったと答えたという。五越春秋では、宇がし徳を巡行した際に、白駅と共にその手伝いをしたとされている。山梨岡神社のの神、山梨岡神社山梨県笛吹市春す町人目に、鎮座する山梨岡神社には、一本足の心臓が、 伝わっており、三海業に登場するの像として、信仰を受けている。十年に一度4月4日に開庁され、雷除け魔除けの神として信仰されている。心臓に関する記録は、おぎゅうそらいの、海中紀行が、初出とされる。甲府藩主、柳沢義康の家臣である、おぎゅうそらいは、公営三年に義康の命により会を有歴し、山梨岡神社にも足を運んでいる。 この時、ソライが山梨岡神社に伝来していた木造を、に否定し、以来神としての信仰が広まったと考えられている。神の来由を記した、中村泉守、沈め村、山梨岡神社神来行、山梨県立博物館肖像によれば、江戸後期には、神像に関して、天正年間に、織田信長軍が、 山梨岡神社に乱入した際に薬病によって、たたったというような霊幻譚が成立している。神信仰は、江戸後期の社会不穏から生じた妖怪ブームにも、常時で広まったと考えられており、神の神札が大量に流通し、江戸上大奥へも献上されている。明治初期には、山中京子、海の落葉において紹介され、心臓は欠損した狛犬の像が、三海業の、 と結びつけられたものであると考えられている。また、山の試験では山の神に対する信仰や、雨乞い収束、雷信仰などの山に関する信仰、身体が一方に足であるという伝承がある、道祖神信仰が広く存在し、神信仰が受け入れられる背景にもなっていたと考えられている。この他、古事記に出てくる一本足の神久しのベビコの、クエという音は、 の古代中国での発音、クエイと似ており、関連がある可能性がある。また水木しげるは、日本の一本足の妖怪、一本だったら、ヤマジとの類似性を指摘している。山梨岡神社の心臓と神信仰については、丸尾より子、神か獣が神降臨。ありがとうございます。